なんのこっちゃい西山です。新年明けてしまいましておめでとうございます。そして今年、成人の方おめでとうございます。今しがべとふなさんのびっくりマークがかかってますが、まあ、知らない間にね大人になってるもんですよね。ということで今年もなんのこっちゃい西山、今も青春我がライブ人生をよろしくお願いいたします。なんのこっちゃいにしても今も青春我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃいにしてもです。今日は成人の日ですね。なんのこっちゃいにしても33年前私でした。そしてまあ先ほど言いましたが、私になったからといってまあ大人になったわけではなくてですね、なんのこっちゃいにしゃべりたいに53歳でもまだ大人になれてない大人もいます。まあだから大丈夫ですね。まあ大丈夫じゃないかもしれないですけど、まあ希望の会社にね入れなくても、まあ人生のレールが外れても道は一つじゃないので、まあ道はいろいろあります。まあだからまあ生きていればなんとかなりますということでですね、今年はですね約4年半ぶりにライブ企画もやることになりまして、3月9日金曜日と3月9日土曜日に下北沢風竹打ちでライブ企画をやります。オープニングでも書きましたが、プチガミとホナツさんの 2days です。3月9日は共演が池間優子さん、そして3月10日は共演が下山のマヒトゥーザピーポーです。もう予約は始まっております。そして2日間見に来てくれて、2日間予約してくれた方には2日目の前売り料金をささやかながら300円割引します。なんのこっちゃいにしゃまの54歳の誕生日3月31日土曜日にもライブ企画をやる予定です。また決まったらそちらは発表します。今年もラジオともどもライブ企画もよろしくお願いいたします。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。世の中右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ、正義のヒーローから近所のおばちゃんまでありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。 Try to the next stage アルファ。寂しいな感じですが発表します。2017年度年間なんのこっちゃとライブベスト10。こんばんは、なんのこっちゃ西山です。今年も2017年度年間なんのこっちゃとライブベスト10の季節がやってまいりました。毎回言ってますが、ライブはその時その時が最高なので見たライブに順位などつけられません。でも高校生時代はチャートマニアだったし、ラジオ番組として順位をつけた方がメリハリがあるので無理やり順位をつけるようにしています。また明日になったら順位が変わるかもしれません。まあ、なかなかベスト10に入れられなかったライブもたくさんあります。それでは2017年度なんのこっちゃとベスト10を発表します。まず、いきなり、第1位。6月29日、遠藤健二ソロライブ、猫と僕と君、生ピアノと生ギター。出演、遠藤健二。友情出演、湯川答弁、石塚俊明、渋谷クラブクワトロ。ですね、遠健さんを初めて見たのは1991年。
法政大学会館、江戸明美さんの一周忌で見ました。まあ、ご存知の方もいると思いますが、なんのこっちゃいっていうのはその江戸明美さんの口癖から取りました。それからですね、26年、もうかなり円健さんのライブ見まして、ところが去年のですね10月25日に円健さんが急に亡くなってしまいまして、ちょっとまだ受け入れないところもあるんですけど、この6月29日がまあ最後のライブではないんですけど、まあ大きなライブとしては最後のライブで、いや本当にこれ良くてですね、もし円健さんが亡くなってなかったらもしかしたら1位じゃなかったのかもしれないですけど、やっぱ本当に円健さん好きだったんで、1位にしました。もう本当に円健さんは自分にも他人にも厳しい人で、まあ手を抜かないっていうか、でもお茶目なところもあって、で本当になんだろうな、あのいい音楽はいいという方でして、それがどんなジャンルの音楽であろうと良ければ受け入れると、まあその辺はすごい共通してまして、でこの日ですね、あの普段は夢を叫べという曲で終わるんですけど、突然円健さんがエレキを持ち始めて、もういきなり男はみんなバカチンだ、ゴッドセーブザバカチンという曲を歌い始めまして、で客席を練り歩いて、それがすごいかっこよくて、であのその後にサイン会もあったんですけど、まあ、その日は なぜか参加しなくて、その後は8月8日にディスクユニオンデューズ新宿で、あの嘆きのウクレレ再発記念と、あとアナログ再発記念がありまして、まあ別にその CD 欲しかったわけじゃないんですけど、まあ、やっぱり円健さんのサインが欲しくて行ったんですよ。で円健さんともちょっとお話できまして、いやゴッドセーブザバカチンめちゃめちゃ良かったですよって、みんなそう言うんだよなって言ってて、あそしたらその2ヶ月ぐらいに円健さん亡くなっちゃって、やっぱ行ってよかったなと思いました。いや本当円健さんありがとうございました。なんのこっちゃ西山、今も青春我がライブ人生。それでは発表します。第2位、12月9日エレファントカシマシ富山オーバードホール。エレファントカシマシは去年全国47都道府県ツアーをやってまして、で一応この日がですね最終日で、もうそうですね3月ぐらいに先行でチケットを取ってまして、本当取っててよかったですよ。やっぱ徐々にこう人気が上がってきて、だんだん取れなくなっていったので、いや、やっぱりツアーの基本って言うと初日と最終日ですよね。それで撮ってたんですよ。で、このライブがですね、なんだろうな、まあ、ボーカルのね、宮本さんのね、まあ、強さと弱さが出たライブで、まあ、珍しくというか、初めてらしいんですけど、曲が歌えなくなるほど宮本さんが泣いてしまいまして、悲しみの果てというね、一番歌ってる曲ですね。で、その後に宮本さんが、プロなのにごめんっていうね、珍しいですよね。で、ところが第2部では、奴隷天国とかですね、生命参加とか、すごい力強い歌を聴かせてくれまして、なんか人間宮本浩次を見た感じがして、で、やっぱり最後はですね、最後の最後というか、ツアーのね、待つ男。やっぱこれは多分、なんだろうな、大体ね、いつも、本当最後の最後は待つ男が多いんですよね。これはセカンドに入ってる曲なんですけど、未だにやっぱ最後に歌うというね。まあ自分も好きな曲なんですけど、でこの47都道府県ツアーは結局ですね、まあ大阪城ホールも、まあそのツアーの一環と考えると、
山梨、郡山、あと八王子、名古屋、そして今度富山と。だ6カ所ですね。まあ、去年 NHK ホールも見てるんで、まあ7回見たわけですよね。まあ、郡山とか、その大阪城ホールも良かったですけど、まあやっぱりね、富山ですよね。で、ですね、今年の3月17日に、埼玉スーパーアリーナで、まあ本当のファイナルっていうかね、実際あの30周年、今年の3月21日がデビュー30周年なんですよね。だからそれもね、すごい、4時間ぐらいやるんじゃないかと思いまして、すごい楽しみにしています。やっぱ、宮本さん51歳、なんのこっちゃにしても53歳。まあ、ほぼ同世代のね、バンドが、まあ、未だにね、かっこいいライブを見せてくれるっていうのは本当に嬉しいです。それでは、発表します。第3位 !6 月9日、ザ・ピーズ30周年ライブ。日本武道館。エレカシと同じで、ピーズもですね、もうそうですね、1989年、グレートヒッツボリューム1、2あたりでね、デビューした頃から、聞いてまして、ライブもね、1990年か91年ぐらいから見てます。あの、ウガンダがですね、ドラムで入った頃ですね。まあでもあの頃もすごい好きだったんですけどね。まあ今はですね、あの、ピローズのしんちゃんがドラムで、北川亜美さんで。で、この日のライブもですね、あの、武道館にしては、音がいいなと思いましたら、やっぱなんかちょっと、なんだろうな、武道館の上の方に、とにかく、PA の人がちょっと工夫したみたいで、すごい音良かったんですよ。で、すごい大きな会場なのに、ライブハウスで見てるような感じで、で、あの、前日にチケットが売り切れたらしいんですよね。それもなんかピーズらしいというかね。で、本当はなんか9時までに終わんなきゃいけなかったらしいんですけど、なんか結局ね、9時半までやってくれまして、あ、ちょっと延長料金が心配になりましたけどね。いや、でもその後がね、また良かったんですよ。9時前からその9時半ぐらいのね、ライブが。結局ですね、35曲もね、やってくれまして。ただちょっとね、今心配なのは、その6月9日の武道館以降ですね、あの、アビスさんの姿が全然見えないんですけど、いや、どうしてるのかなと思いまして、だから最近その、ピーズ3人のバンドはなくて、だいたい1人ピーズなんですよね。だからまあ、あの、アビスさんが燃え尽きたのか、ちょっと、なんかね、ちょっと、体悪くしてるんじゃないかと思って、その辺が心配なんですけど、ね、その辺ちょっと、ハルスさんの口からも何もね、行ってないし。まあ、でもとにかくこの6月9日日本武道館。DVD も出てます。いや、本当に良かったです。それでは、発表します。第4位 !10 月9日。雨上がりの夜空に2017。チャボバンド、日比谷ヤン。10月9日っていうのはですね、あの、中井戸玲一、チャボさんのですね、誕生日でして、なんと67歳。でですね、日比谷野音、もう5時ぴったしから始まって、もう8時半ギリギリまで3時間半。まあ、チャボさんのライブはですね、本当に長くて、まあ、大体3時間から3時間半、休憩なしで、いつもやるんですよ。で、去年もすごいたくさん見まして、もう他にもね、こう、ベスト10入ってもいいライブが、いっぱいあったんですよ。例えば12月25日のね、チャボさんのソロライブとか、あと11月22日のね、円形さんが亡くなった後に、湯川東部さんとやった、南青山マンダラのライブとかですね。あとですね、5月25日、方々コネクション2017、リコーさんのね、イベントなんですけど、大月健二とチャボさんとリコーさんで、これもほんと素晴らしくて。ただやっぱりね、チャボさん、普段はソロだとアコギでやってるんですよ。で、この日はチャボバンドなんでエレキでやってまして、やっぱりね、エレキを弾くチャボさんかっこいいんですよね。
いや本当に。でね、あの毎回ねやる曲が違ったりするんですよ。だからね、あの確かにチケット代高いですけど、やっぱついね見に行っちゃうんですよね。いやこの日もね、あの本当に良くて、なんだろうな、あので洋楽の曲をチャボさんで適当な日本語に変えて歌うんですけど、これがまたいいんですよね。あのジミヘンのねリトルウィングとかね、ジャクソンブランドプリテンダーとかやってまして、いやなんだろうな、本当にチャボバンドはあの他の人も忙しいんですよ。特にドラムの川助さんとかね、いろいろサポートやってるし、だからなかなかね見れなくて、いや本当にね、いやちょっとこれやっぱ同じ人をベスト10にいくつも選んじゃうとあれだったんで、とりあえずやっぱりエレキを弾いて歌ったのはこの日だけなんで、だけっていうかまあ前編ね、だからもうこれを4位にしました。チャボさん来年というか今年ですね、すいません、今年もお元気で。それでは発表します。第5位、8月23日、8月24日、スピッツ、横浜アリーナ 2days。スピッツもですね、1991年から見てまして、で、最近、なかなかチケット取れなくて、久しぶりに見たんですよ。あの、ツイッターで譲ってもらいまして。そしたらもう、あの、正宗さんの声も全然変わってないし、で、あの、バンドメンバーも全然変わってないんですよ。でスピッツも30周年でして、でなんだろうな、で横浜アリーナって、まあ、初めて見たんですけど、あの他の人に聞いたら、まあ、大きい会場の中では結構音がいいらしいんです。本当にあんまりそういう音の良さとかわかんないんですけど、すごい良くて、でまあ30周年なんで結構ね、昔の曲から最近の曲までいろいろやってまして、まあ、2days も5曲ぐらいちょっと違ってたんですけどね。なんだろう、本当に、正宗さんバンドが好きみたいで、MC でも言ってて、そこちょっと感動しちゃったんですよね。俺は音楽好きじゃないけど、バンドが好きだとかっつってね。まあ、だからメンバーチェンジしてないんでしょうけどね。いや、だからまたね、今年もね、見れたらいいですけどね。でちょうどその8月23日が1000回目のライブ、ただそれは定かではないらしいんですけどね。で、20億が1001回目と、だからそういうね記念のライブを見れてよかったです。なんのこっちゃ西山、今も青春我がライブ人生。こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と竹澤です。各週月曜日配信中です。妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。よろしくお願いします。 Try to the next stage アルファ。それでは発表します。第6位、10月29日ザ・ブルーハーブ日比谷4。この日はですね、関東に台風が近づいてまして、で奇跡的に5時に始まった時は止んでたんですよ。でさすがボスだなと思ってこうライブを見ていたらですね、30分ぐらいしたらですね、雨がブワーっと降ってきまして、でそのまま8時までも大雨ですよ。ところがですね、ライブ本当にやっぱり良くて、ブルーハーブはですね、セカンドの発売記念ですね、
青山海からずっと見てまして、一時期ちょっとね見ない時あったんですけど、また最近ねちょこちょこ見るようになって、この日はですねザ・ブルーハーブ結成20周年ライブということでですね、その大雨の中なんとね3時間ぐらいやってまして、それでですね途中ねジェリー・コージ・チェスナッツ、まあ、これはですねブルーハーブの北海道のね友達ですよね、続腐食という曲から出てきまして、でめったにやらないらしいんですけど、路上っていうね長い曲とコンクリートリバー、やっぱりねコージハープがかっこいいんですよ。でもちろん歌もねですごいよくて、その後ですねBIG ジョーっていうねやはり北海道のねボスの友達っていうかね、それで一回ねちょっと仲違いになったんですよ。それがまあ喧嘩したりね仲直りしたりで、まあ腐れみたいな感じなのかもしれないですけど、でその BIG ジョーとねシルっていう曲をやったんですけど、これなんかね、まあ、別に BIG ジョーは本当にねライブもまあ一回ぐらいしか見たことないし、そんなにねまあ好きでも嫌いでもないんですけど、なんかすごい感動しちゃいまして、やっぱなんだろうな、二人のねその結びつきっていうかね、で B.I.G. ジョーが去っていくときに、ボス今日俺の負けだとかっつってね、いやなんか良かったですよ、なんか友情を感じましたよね。で本当にねラッパーで3時間しかも 1MC1DJ でなかなかいないと思うんですよね。でブルーハーブってねすごい好き嫌いが分かれるラッパーでして、であんまりねラップファンからもしかして好かれてないかもしれないですけど、でも本当にあれだけのね熱量であれだけ長いライブをできるのはね本当ボスしかいないと思うんですよね。いや本当に良かったです。まあある意味記念になりました、びしょびしょでね。ということで発表します。あ、すいません、あまりにいっぱいありすぎてね、第7位どこだ。あ、ありました。それで発表します。第7位、12月26日パスカル 2days 1日目吉祥寺スターパインズカフェ。パスカルズもですね、そうだな、1990年か2000年ぐらいから見てまして、あれはマンダラ2ですね。で、あの時はね、メンバー14人いるんですけど、お客さんも同じぐらいだったような気も。で、メンバーは、ロケットマツさんというリーダーと、元タマの畜さん、石川浩二さん。そして坂本博道さんとか穴井太郎さんとかですね、いろいろいまして、あと女性のバイオリンってね松井歩夢さんを中心とした。でこの日はですね大林信彦監督も来ていまして、そのスピーチとかですね、最後の最後にですねたまたま客席に見に来てたピアノの渋谷武さんも参加して、まあ、何十回と見てるんですけど、本当に良くて、その大林信彦監督の、この空の花で使われた花火とか、のの77のか、というね、タイトル曲ですね。これもすごい好きで、それもね、やってくれてすごい、良かったです。それでは、発表します。第8位。4月30日、アートフリーマーケットインチクラ。これはですね、チクラすごい遠いんですよ。千葉のね、もうかなり遠いところでして、うちからだと5時間ぐらいかかると。で、これはですね、玉の3人が揃う。滝本浩二さん、石川浩二さん、竹俊明さん。で、さらにこの日は原真澄さんもね、参加してまして、で、最初はですね、その、しょぼたま。しょぼたまっていうのは滝本さんがベースを弾かなくて、まあ、アコセック編成ってわけじゃないんですけど、でやる
玉でして、ところがその途中から滝本さんがエレキベースというか持ち始めて玉になったんですよ。でもそのしょぼ玉玉だけで1時間半ぐらいやってまして、でさらにその原真澄さんも参加して原玉ですね、それもアンコールでやりまして、本当に遠い池で行ってよかったんだと。それでは発表します。第9位、12月3日尊厳と自由ツアーイースタンユース梅田トラット。イースタンユースは最終日エレカシの富山オーバードルと被ってて見に行けなかったので、千葉と名古屋と大阪見に行ったんですけど、千葉と名古屋は、まあ、名古屋はすごい感動したんですよ。なんだろう、ほんと、ちょっと泣いちゃったっていうか、だけど、梅田は初めてそのメンバーの顔と演奏で、ベースのですね、こう、なんだろう、もうとにかく全員の顔が見えて、すごい、まあ、やっぱ顔を見えて、こう、演奏も見れるとやっぱいいなと思いまして、でも新しいアルバムを中心に古い曲もね、たくさんやってくれまして、なんと19曲。今度のインスタンユースの中では最高じゃないかと。いうことで、ね、まあ最終日も見たかったんですけどね。まあ、とにかくね、もう今のインスタンユースはもう、すごいいいなと。いうことで、発表します。第10位。7月8日昼、ヨーデル東京大宴会夏の陣、マックロケボックス、大木春之、ザ・ピーズ、そしてロケット松さん、大観山晴れたら空に豆まいて。これマックロケボックスがね、よくやってるね、昼間にやってるイベントで、ピーズの春さん。2回目なんですけどね。もうこの日はすごいピーズの曲もたくさんやって、でもそのピーズの曲が終わった後の真っ黒系のね、曲がすごい良くて、まあまたやってほしいですよね。いや本当に良かったです。なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？ Try to the next stage Alpha。 この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組名フォームからお便りお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。今かかってるのはしがみと船戸さんの大阪の歌ですが、今年もパーッといきたいと思います。3月9日金曜日と3月10日土曜日の下北沢風地口のしがみとなと 2days よろしくお願いします。次回の収録日は1月26日金曜日19時から20時。ゲストは女性ロックシンガーのガシャひとみさんです。よろしくお願いします。お相手はなんのこっちゃい西山でした。今年もよろしくお願いします。なんのこっちゃい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。